ダニエル・ティー・グリフィンは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦。バックレイ級護衛駆逐艦の一隻。艦名は、真珠湾攻撃で戦死した水兵のダニエル・ティー・グリフィンにちなむ。ダニエル・ティー・グリフィンは、マサチューセッツ州ヒンガムのベスレヘム・ヒンガム造船所で1942年9月7日に寄港する。<タッ>1943年2月25日に、D t ・ t グリフィン夫人によって命名。 浸水し、6月9日に、艦長、PM フェントン少佐の指揮下収益した。収益後は1943年8月15日から9月24日まで、仏寮モロッコのカサブランカへ向かう船団を護衛した。あと、ニューヨークと北、アイルランド艦での船団護衛を担当し、1943年10月13日から1944年9月23日までの。 間に8度の大西洋横断を経験した。10月22日、ニューヨーク州のスタテンアイランドに到着、チャールズ・ローレンス級高速輸送艦への改装が行われる。ダニエル・ティ・グリフィンは1944年10月23日に APD-38 に艦首変更された。1945年1月13日にノーホークを出港。 ダニエル T ・グリフィンは2月6日に、新珠湾に到着、水中破壊チームと共に任務に就く。2月14日に出港、ウルシー艦渉及びコソル水道へ向かう船団の護衛を担当し、続いて3月5日に、レーテ島のサンペドロ湾に到着し、ホノンハン島沖での進行作戦演習に従事した。3月19日に、ケラマ列島に向けて出港、26日に到着する。 沖縄戦の間、ダニエル・ティグリフィンは、ケラマ列島で、戦団護衛と総会を行い、沖縄の海岸に爆薬を届けた後、5月18日まで、救難艦任務に従事した。4月6日には、数機の特攻機の攻撃を受け、少なくとも2機を破壊した。駆逐艦モリスが攻撃を受けた時、ダニエル・ティグリフィンはモリスを、ケラマ列島まで護衛し、その消火を行った。 ダニエル・ T ・グリフィンは1945年5月20日から6月19日までの間、サイパンで沿岸護衛任務に従事し、続いて沖縄への船団護衛を行い、沖縄からウルシー艦渉への船団護衛も行った。7月11日、ダニエル・ T ・グリフィンはサンペドロ湾に到着、9月22日までフィリピンでの様々な任務に従事し、その後呉れに占領軍部隊を、 輸送、10月6日から11日にかけ、10月16日に、マニラに、帰還12月2日に、フィリピンで、配置転換され、本国へ向けて出港した。サンディエゴに帰港した後、1946年1月11日に、ノーフォークに到着、3月4日に、フロリダ州グリーンケーブスプリングスに到着し、同地で1946年5月30日に、 予備役となった。ダニエル・ t グリフィンは1966年11月15日にチリに移管され、ビル・ヒリオ・ウリベと改名された。ビル・ヒリオ・ウリベは1995年に退役し、スクラップとして廃棄された。ダニエル・ t グリフィンは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。